南陽市の公園ではバラが見ごろを迎えていて、訪れた人を楽しませています。うわー、綺麗。この美しい見た目だけでなく、初夏の爽やかな風に乗って、園内は芳醇なバラの香りいっぱいに包まれているんです。うっとりしちゃいます。米沢盆地を一望できる高台にあり、吹き上げる風が花の香りを誘うことから、香りのバラ園とも呼ばれる南陽市の総称バラ園。広さおよそ8000平方メートルの敷地には、およそ340種類6000本のバラが広がっています。今年は例年より1週間ほど早く先月中旬に咲き始め、今ちょうど見ごろに。現在恒例のバラ祭りが開かれていて、多くの人が散策に訪れています。はい、オッケー。写真映え具合はいかがでした？あ、もうバッチリだと思います。無限に撮れるので楽しいです。テンション上がります。バラの種類だよな。種類がすごい。1本2本買っていくかなと思って、やっぱりいろいろバラいっぱいあって、何買っていいんだかなって迷う。そんな園内では、バラの花びらを練り込んだローズジェラートも楽しむことができます。うん、ミルクの甘みに乗って、バラの香りがふわっと香りました。バラ満喫です。総称バラ園のバラ祭りは来月5日まで開かれています。